先生は毎回お越しになっている時は、顔とは。今年は戦後70年という歴史的な節目になります。その先の大戦の歴史を確認をして、そして深い反省に基づいてこれからの将来を作るということが大切だと思ったからであります。この記念館を訪れるのは2度目になりますが、展示も工夫されて。展示が前回よりも非常に詳細にわたっている、そして事実を丹念に取り上げている、また日本の軍国主義と戦うにあたって、中国の人々、そしてまた世界の人々が連携を取り合いながらこの戦争を終わりに導いたという様子が大変よく理解することができました。1945年6月9日、中国戦後日本軍降伏式は南京。